大阪でのことです。彼はスリラーを歌い終わった後、突然ショーを中断しました。その朝、ヨシアキちゃん事件を英字新聞で読んだマイケルから通訳のパトリックさんに電話がかかってきました。何かしてあげられることはないだろうか。はい、お花を送りましょうか。また電話が鳴って、僕は今夜のコンサートをヨシアキちゃんに捧げたい。みんなで祈ってあげよう。日本の人たちはどう思うだろうか。電話の向こうでマイケルは泣いていたそうです。お悔やみを言いたい次第ですけど、As I am unable to, I hope to dedicate my Japanese tour to Yoshiaki. せめて、今回の日本ツアーを、Yoshiaki 君に捧げたいと思います。人の不幸を悼む心、それをマイケルは思い出させてくれました。Yoshiaki, I know you're out there watching us. I hope such a brutal and heartbreaking thing never happened again, and I love you. And this next song I'd like to dedicate to Yoshiaki. この次の曲も、ヨシアキ君のために、歌いたいと思います。